どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今までのパズル&ドラゴンズって飛行場が一番難しくて、それより上ってなかったんですね。なので最強リーダーランキングも、まあ基本的には飛行場対応できればいいでしょうみたいな感じで、まあ飛行場で決められることが多かったんですね。でその上でですね、今回新ダンジョンが来まして、まあそれがですね、こちら神秘の次元の4次元の担当者ですね。こちらが来たことによってもう一気に環境が変わりましたよと。そう、もう4次元が難しすぎて、もう本当にね、これで最強リーダーガラッと変わったわけですね。あとはこの4次元において76潰しが増えて、そう76が基本的に使いづらくなっちゃったんですよ。毒目覚め体制とか積んでも意味ないから。なので今回の動画ではですね、4次元を踏まえて新しい最強リーダーランキングを紹介していこうと思います。はい、まあ、とはいってもですね、まあ、トップ10軽く話す感じになるんで、まあ最強リーダーランキング4次元対応バージョンだと思ってもらえればいいかなとは思います。まあ、今日はこちらの4次元を踏まえて現状の最強リーダー紹介していこうと思います。いきましょう。さあ第10位から話していきましょう。今回の動画、まあ、3位ぐらいまではもうさっさとやっていきますね。はい、まず第10位はナツルがランクインです。ナツル元々はね、ロイヤルオークのね、もうほぼ上位互換と言ってもいいレベルで使われたキャラになってます。ただロイヤルオークの強化を受けて、そしてさらにね、新ダンジョン76潰しの強化を受けて、まあ評価はね、ナツルかなり下がったって感じになります。はい、まあリーダースキルもですね、 HP3 倍のみで軽減とかもないんでね、やっぱり飛行場なら使えてたけどぐらいの感じですね。あのナツル有利とかでね、あとは神秘とかならかなり強かったんですけどね、まあ正味も4次元に関しては適性もないということで、今回もう順位必然的に下がる感じになっております。まあ76リーダーで優勝なのは間違いないしね、火力に関しては本当に高いキャラなんですが、まあ今現状ナツルを使うメリットはもうそこまでなくなってきてるのかなって感じで、個人的にはもう圧倒的にロイヤルオークの方が優秀だと思っております。ということでまずは第10位はナツルです。次、さあ続きまして第9位。第9位は多色パーティー全般なんですが、まあその中でもマリエルがランクインです。あのやっぱりね、マリエル実装当時はね、多色ってことでそんな強くなかったんですけど、もうその後露骨なまでに多色強化が入りまして、もうびっくりしたよね。えげつないほどの多色強化が入ってったんですよ、このゲーム。で、まあ自然的にね、多色最強クラスのマリエルということでね、まあ、マリエルも評価上がってって、今現状も多色パーティーといえばマリエルループが必須みたいな感じになっております。はい。まあリーダースキルこそね、別に HP1.7 倍半減とそんな強いわけじゃない、まあ強いけどね、あの最強クラスというわけではないんですが、やっぱスキルがね、3ターン回復ドラゴン攻撃の攻撃力が3倍と、この圧倒的火力よね、そう、この圧倒的火力に加えてスキルチャージでね、2体入れればループするということで、まあ説明不要の強さを持っております。まあ火力代表といえばやっぱ今もう多色ですね。マリエルとかサクヤを含めて第9位にランクインです。次、さあ第8位はロザリンですね。このキャラも4次元の76潰しの影響を大きく受けてます。まあ、てかね、強豪キャラにシールフがいて、シールフが65で強かったんですね。でも気候上においてロザリンは76運用できるから強いねって話だったのに、76潰しが入ったことによって、まあシールフでよくねって感じでね、まあかなりシールフに軍配が上がりました。ロザリン自体も悪いキャラではないんですが、4次元でも使えないってことを考えると、まあ正直今あんまりね強くはないということで評価下がって第8位となっております。まあ、つってもですね、あの最近新キャラ増えすぎてどんどん環境変わってきてるだけなんで、まあ、別に評価として低くなったからといってこのキャラが弱くなったわけではないです。未だに気候上とかならね、全然優秀なキャラになってます。ということで第8位はロサリンですね。次、第7位は見かけがランクインです。見かけね、あのこの前の式神強化で普通に使いやすくなっていいキャラになれました。4ターンでね、3ターンルーレット闇聖戦闇ロックなんで普通に強くなってます。はい、で今回の4次元が76潰し多かったってことで、65の見かけはかなり強いということで評価めっちゃ上がってましたね。時空チャレンジ、清流チャレンジともに活躍してて、長い間使えてるリーダーなんで本当にすごいキャラだとは思います。で僕の評価としては1879位ぐらいなんですけど、パズルユーザーの方からやっぱりめちゃめちゃ評価高いですね。あの僕がこのキャラ苦手な理由としては、あのやっぱ現状のリーダーの中でもトップクラスに、リーダーの運用難易度が高いキャラです。見かけよりむずいキャラっていないんじゃないかな。まあ、使ってて僕はいないと思うんですけど、まあ、これで軸とか勝ってる人っていうのはね、ほんとパズル集中してるんでおめでとうございますって感じですね。まあ、僕はちょっとあんまりもう使いたくはないトラウマのキャラとなってます。精霊の時にね、3日ぐらい使い続けてね、あの時から見かけ見るとなんかね、不快な気持ちになるんですよね。ということで第7位は見かけがランクインです。でもマジで強いキャラですね。はい、次、さあ続きまして第6位と5位に関してはこちら、イタドリとマヒトですね。まあこれどちらも強いんでね、正味こっちに関しては順位決めなくていいと思います。どっちも強いです。まあ、強いて言うならマヒトの方が耐久力あるんで、まあ一応あれですけど、イタドリはその分回復力があって、まあこの2人の相性はマジ抜群なんで、6位5位同率でいいと思います。まあ5位同率ですね。はい、
まあ人に関しては、まあ、火力もあり、向こう側についてね、火力もあり、はい、すいません。でスキルに関してもエンハンスプラス水と木を闇に変えてくれるんですね。大抵烈無光が組める盤面が多くて、かなり盤面供給量としても安定感があると。リーダースキルもダメージ半減3コンボが3、固定1ダメージ、悪魔 HP1.8 倍に攻撃力20倍となってます。で板取りに関しては変身のね条件がちょっとめんどくさいんですよ、20倍以下のみっていう。ただこれさえ超えてあげると無効化7強4つに闇列2つと、でスキルではね回復エンハンスに闇ごと回復3生成もあって、これで回復力も上げることができます。そう、この回復の安定感めっちゃいいんですよね。でスクナはね4コンボ加算に攻撃力が6倍、軽減、そして全パラ 2.3 倍と、全パラ 2.3 倍に 35% 軽減持ってます。普通に軽減率高くてめっちゃいいキャラですね。評価自体もかなり高いとは思います。板取り魔人に関しては4次元だとね積み要素がめちゃめちゃ多くて、なかなかクリアするのが難しいキャラになってはいたんですが、やっぱりそれでも通常攻略においては今板取り魔人がもうダントツだと僕は思ってるので、はい、つまり通常攻略とかダンジョン攻略とかですね、無効化対応できて変身も楽でってことでね、まあ、かなり強いキャラだとは思います。ということで板取り魔人が6位5位にランクインです。次、さあ第4位はノーチラスですね。まあノーチラスに関しては、まあ今回の4次元においても使えたし、でももちろん気候上神秘全部使えるんですけど、個人的にも今となって性能はね、結構微妙になってきてはいると思います。まあ微妙っつっても4位の視点でクッソ強いんですけどね、賞味。クッソ強いんですけど、やっぱね、理由としては火力の出しづらさがやっぱりね、響くと思います。あと回復力の低さですね。やっぱその2つが結構きつくて、回復はアリナ代理なんで、結局ね、安定感結構低いんですよ、実は。そう。で、火力に関しては、まあ、烈無効感組まない限り、ノーチラスまでカンストしないと。そう、そのカンストのしづらさっていうのが本当に痛くて、大抵サブ4体ね、カンストしても、リダフでカンストしないと今もうダメージ低いんですよね。そう、って考えた時にノーチャラス結構微妙じゃねってことで評価かなり下がってきてはいます。それでもやっぱ HP2 倍半減持ってる時点でクソ強いし、2コンボ加算固定500万、攻撃力24倍、弱い要素は一切ないですね。はい、評価下がっても圧倒的な4位ということでノーチャラス十分入ってきております。次、さあ続きまして第3位はロイヤルオークですね。なんか僕が昔ロイヤルオーククソ強いっていう動画を上げたらね、ノーチラスの方が強いですよってコメントがめっちゃ来てたんですけど、まあ、結果一瞬で入れ替わりましたね、順位。まあまあ当たり前の話でロイヤルオーク火力上がったんですよ。そう、 HP2 倍半減3コンボ加算固定500万、攻撃力23倍と。これ何がやばいって、まずねロイヤルオーク水5でいいんで欠損しづらいと。でしかも3コンボ加算持ってるんで、攻撃力23倍とはいえどもノーチャラスぐらいの火力は普通に出ます。何よりロイヤルオーク自身が10コンボ曲持ってるんで、火力のカンストがめちゃめちゃしやすいと。しかも水属性のサブがここ最近めっちゃ増えてて、水シエル、水レックス、あとはもう手塚とかですね、そこら辺もめちゃ増えてきてるんで、水のサブが増えてきて、かつロイヤルオークこんだけ強くて評価上がんないわけがないですよね。しかも最近ロイヤルオークってこの泥鏡とかエルジとかじゃなくて、これ列ですね。今列ロイヤルオークが入ってるんですよね。サブが増えたおかげでめちゃめちゃパーティーの幅が広がって列ロイヤルオークが入り始めて、でこの列を入れたロイヤルオークって火力アホみたいに高いんですよ。なんか1列だけでサブ40億ぐらい出るみたいな。で、2列組んだら全完走するみたいな感じで、もう火力バゲモンなんですよね。しかもロイヤルオーク無効化対応してるっていうところの使いやすさもあって、ソラロの評価も踏まえるとロイヤルオーク今となってはめちゃめちゃ強いキャラになってます。はい。まあ、ロイヤルオークの評価上がるのはなんかもう必然って感じだったんですけども、今回に4次元と、あとテニプリの新キャラのおかげで、さらに評価上がった感はありますね。はい、ということで第3位はロイヤルオークです。さあ続きまして第2位ですね。もう隠す必要はないでしょう。残されたキャラはもうあとね2体です。はい、まあ言わずもがな、最強の2体っすよね。このロボどちらが強いのか。はい、ということで第2位はこちらです。でん、シールフですね。まあそりゃそうですね。シールフに関しては非コンボ強化水コンボ強化で火力バンバン出すって7強4つに無効感もあって、あのさっき話したロイヤルオークとかノーチラスは火力出しづらかったですよねっつって、ロイヤルオークじゃあ強化入って火力出しやすくなってノーチラス火力出しづらいんですけど、シールフはリダ、種属性の火と副属性の水でがっつり火力出せます。しかも無効感対応できるんですね。こいつ水無効感とか組んであげれば軽々10億ぐらいは出るんで、あの本当にずるいキャラですね。自分自身で無効感対応プラス軽く出せると。でしかもスキルに関しても光を火に、木を水に変えてねがっつり殴っていけると、人水で。で回復欠損だけちょっと怖いんで、まあ、そこだけが弱点ではあるんですが、今正直ねシエルフって例えば、アメリカ、火のシエルね、
まあ、あとポップとかですね。もう正直軽減貼れるキャラがめちゃめちゃ多いので、万が一欠損しても対策できるっていうことで、全然ゴロせるキャラになりました。リーダースキルね、軽減率だけ低いのが弱点なんですが、火の全パラが 2.8 倍、火と水同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力9倍、2コンボ加算、固定300万ダメージと。もう弱い要素なしということで、リバースモカナ第2位はシェールとなっております。はい。4次元でももちろんね、適性を持っていて、もうボコボコにできるぐらいの性能を持ってるんでね、評価はめちゃめちゃ高いキャラです。さあ、ということで、残すところ1体となりました。もしかしたらこのキャラじゃないかもしれないんでね。じゃあ第1位話していきましょう。さあ、ということで第1位、デイトナーです。はい。もうなんか話す必要もないですね、このキャラ。最近の最強リーダーランキング1位こいつ確定だから、もうなんか見る価値ないんだよな、本当に。でね、でもこいつももちろん弱点はあって、無効感に対してめちゃめちゃ弱いんですよ。で、僕、正直話、4次元は無効感めっちゃ来ると思ってたんですね。そう、無効感めっちゃしてきて、もう気候上の二の舞にならんように、デイトの対策をしてくると思ったら、あれ無効感来なくねみたいな。まあ、ちょこちょこ来るんですけど、普通にコットンとかでね、対策できる、まあ、裏マロみたいにめちゃめちゃめんどくさいダンジョンではないわけですね。そう。で、やっぱデイトナって、例えば無効感がめっちゃ来るダンジョンとか、あと特に初見攻略ですね。初見攻略においてはかなり弱いんだけど、例えば4次元とか気候上とか、無効感がそんなに来なくて、かつ研究され尽くしてるダンジョンにおいては、もう止めれるキャラはいません。このキャラしかも、2ウェイ組むだけでいいんで、火力の出しやすさがおかしいんですよね、本当に。まあなので今現状最強リーダーはと聞かれれば、もう圧倒的1位が、もう、シールフとの絶対に超えられない壁を越えて、もうデイトナが1位ですね。で、しかも今回の4次元って結構敵のダメージ高いんですけど、それでもデイトナ使えてるんですよ。っていうことを考えると、なんかもしかしたらもうそれ相当のやべえダンジョン来ない限りデイトナを止めるのは厳しいんじゃないかなと思っています。向こうが来ない限りは超強い。しかも多少の向こう貫通はもうサブで補える。やばいキャラといえばもうデイトナでいいんじゃないでしょうか。ということで、気候上4次元ともに最強のデイトナが第1位となっております。デイトナね、ガチャとかでゲットできて、うわ、別にデイトナいらねえって思ってる人はね、まあ、今日でも終わっちゃうんすけど、なんならサブね、コットン3枚とね、チャコロでいいんすよね。もうこれ今日までなんで言っておきますけど、こいつと、あとコットン3枚入れとけば、テンプル今揃うんで、まあ、ぜひね、今日までですけど、間に合う人は交換して使ってもらえればなと思っております。ということで今回は最強リーダーランキングを軽く話す動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。